こんにちは。トリプルダブルジャパン代表の中西と申します。弊社超音波ウェアラブルデバイスを開発しておりまして、現在、トイレのタイミングを事前にお知らせするデバイス D フリーを展開しております。まず最初に97%という数値を表示しております。こちらは他人から下の世話をされたくないという方の数値になります。 次に78%という数値になります。こちらは一方で60歳を超えますと78%の方で頻尿あるいは尿漏れというトイレの悩みを抱えるという方になります。例えばできますと、急に尿意を感じてトイレに間に合わなそうになる。そしてトイレに間に合わないということがあり、心配でなかなか外出することができないというような方々になります。 そして現在、人生100年時代と言われておりますけれども、60歳以上78、78%の方がこういった悩みを抱えているということで、40年間、こういった悩みとともに生活をしていく必要があります。そして日本は超高齢社会です。高齢者の孤立ですとか、社会保障費の高騰、あるいは人材不足というところ、大きな課題があります。 我々はこういった課題を解決するデバイス D フリというものを展開しております。これまでのデバイスはこういった本体とセンサーに分かれたものでしたが、今年の6月からこちらの一体化したデバイスを展開することにします。そうすることによりまして装着する負担感も大きく削減することができます。 でこちらのセンサーを膀胱の上、おへその下約10センチのところに貼ることによって膀胱の膨らみを捉えまして、ある一定の大きさになった時に、もうすぐトイレの時間ですよというのをスマートデバイスにお知らせをいたします。我々のデバイスを使っていただいた方々ですけれども、75%の方でトイレに行く回数が減った、あるいは失禁の回数が減ったという結果を得ております。 また介護施設等でも使っていただきまして夜間の労力、誰にどのようなケアをすればいいかということが分かりますので37%削減することができましたそしてトイレでの排尿率が向上したということによりおむつの削減も実現できていますし転倒リスクの減少というところも実現いたしました全体的には自立支援というところで 高齢者介護施設に入っている高齢者の QL o の向上にしっかりと貢献することができております。我々は今後、この D フリーを軸にして、湿患あるいは頻尿という尿のお悩みのある方々に対して、サプリメントですとか、おむつパトといったような、その他の周辺領域に関しても展開していく予定です。また現在腸の 動きを可視化してそれによって適切な排便のリズムを取り戻すようなソリューションというものも開発をしておりますさらにこの先我々かなり小型化できたこの超音波ウェアラブルですけれどもさらに薄型化小型化とそして高品質のデータが収集できるような次世代のセンサーの開発も進めておりますこちら超音波ウェアラブルデバイスというものですけれども 非浸出体に害がなく連続でモニタリングすることができそして安く簡単に使えるという唯一のバイタルセンシングができる技術になりますそれを現在膀胱大腸以外の領域にもモニタリングすることによって用途としては美容健康あるいは重症化予防緊急度のスクリーニング術後管理リハビリ介護と ヘルスケアのすべてのステージで役立てるようなデバイスとして幅広く展開していくことを目指しております将来的にはこのデータをもとに専門家が確認をして適切な健康モニタリングサービスあるいはアドバイスサービスといったものを離れた場所でもできるようなプラットフォームの構築に貢献することを目指しております こちらの事業をしっかりと進めていく上でさまざまな事業会社様との連携強化を希望しております大きく分けまして研究開発、共同開発販売連携というところがありますが販売連携から申しますと実際に病院に入院している方々に対して提供する入院セットに組み込んでいただく あるいは、要介護の方々、特にご家庭の中で見ていただけるようなもので、福祉用具の販売ですとか、あるいは介護関連事業者、特に介護関連のハードウェア、あるいはソフトウェアを開発していらっしゃる事業者様との連携、地方銀行を含めた金融機関との連携ですとか、通販会社さん、ヘルスケア用品を扱っている商社さん、 あるいは調剤薬局フィットネスといったところでの販売連携というのがまず1つ探している事業者様のあてになります。そしてもう1つが共同開発というところで我々のデバイスをしっかりと簡単につけられるような下着メーカーさんとの連携、あるいはおむつメーカーさんとの連携、医療機器メーカー様との連携、そしてオンラインでの診療、あるいは健康モニタリングサービスを行っていらっしゃるようなプラットフォームの事業者さん。 製薬メーカーさん、サプリメント機能性食品を含めた食品メーカーさんとの連携によるソリューションの共同開発から販売連携といったところも目指しております。そして最後に、研究開発という分野ですけれども、こちらは次世代のセンサーを開発していく上えで、重要になってくるような技術をお持ちのセンサーメーカーさん。 あるいは装着するシートをより薄く簡単に負担なくつけられるような次世代の装着シート化学品メーカーさんとの連携、あるいは大学研究機関といったところでぜひお話をさせていただきたいというふうに考えております。ごご聴ありがとうございました